急いで、追いつかれるわ。そうだ。今すぐ堤防にいるんだ。ついてきてくれ。何が起きているのだ。まだ力が溜まっていない。ネファレムを食い止める必要がある。魂の収集こそこの惨劇を奴ではマーチの誕生は大将軍ラッキスが東方の地から信仰を広めようとしたことがきっかけとなっている。ザカラムの教えを盲信したラッキスはパラディンたちを次々と西に送り込み、その地に暮らす蛮族たちを制圧していった。そしてついには彼自身がその土地の王となった。まだ使えない。避難所に行け。
あそこなら安全だ。反乱の呪しを上げる時だ。今内戦が始まればウェストマーチは滅びる。いや、これは王の支配から逃れる絶好のチャンスなんだ。あなたは命の恩人だ。その手下がみんなを殺している。私の正体が彼らに知られてしまったらどうなるだろう。母さんは魔物に襲われて死にはしなかったけど、あんなことをされて、ああ、考えるのも恐ろしい。you
も渡る誓願の末、天使評議会はついにマルサエルの捜索を私に任せることに同意した。展開はあの死の乙女が魂の律法を操っている。ありがとう、助けに来てくれると分かっていたよ。分かった。私さあ行こう、ブズブズしている時間はないよ。ネーマル、マルサエルが、奴があんたを見ているよ。タンクチュアリでマルサエルを見つけることはできなかったが、代わりに多くの人間を目撃することになった。彼らは同胞が飢えているにもかかわらず殺人や詐術を繰り返している。彼らの真の力が解放されれば我々は破滅するだろう。人間は善悪両方の道を与えられているが、彼らが選んでいるのは紛れもない悪の道だ。大きな罪の意識を抱えているようね。なぜその名を知って気な顔をするもんじゃない。
あんたは自分のことは身の次にしてるのね。いつでも世界を救うことを第一に考えてる。まだ無理そう。今は使えない。町に戻ろう。買ってよ。これ持ち運ぶのも大変なんだ。誰か始末したい相手でもいるの？私もこの辺の武器なら大体使いこなすことができるよ。兄さんは最悪の事態に備えろ。
ター。